はい、はじめまして、サースで作る僕らの障害対応術って話をします。私パビックスと申しまして、今ガイアックスっていう会社で、インフラエンジニアっぽいこともしています。で、まあ、インフラエンジニアっぽいこともしているので、まあ、障害ってやりますよね。障害、それは僕らを悩ませるもの、それは突然僕らに牙を向いてジーンって感じで、まあ、なりますよね。で、おそらく各社こういうびっくりドッキリメカを使って、障害を発見する仕組みとか対応する仕組みを作っていると思うんですけども、まあ、最近は、まあ、障害向けのツールもそうですし、そうじゃないものも含めて便利なこうサース増えてきました。例えばマカレル、例えばキータチーム、そういうので、僕が思うんですけど、もちろん、まあ、皆さん知ってると思うんですけど、障害っていうのはただ治れば OK わけじゃなくって、なぜ起きたのか、どう解決したのか、今後どう対応するのかっていうところ、そういうこうなんかね、いろいろこう考えて記録を残して、これをこう実践していくのが大事だと僕は思います。で、今日はそういうこう、まあ、自社で作るのももちろんいいと思っていて、まあ、そういうのもいいんですけど、やっぱ最近こうちっちゃい会社が増えてきていて、そうなってくるとやっぱりいきなりこうがっつり仕組みを作るの大変ですということなんで、そういういろいろサービスを組み合わせて、障害対応の仕組みっていうのを、まあ、ちょっとこうプロトタイプ的なものを作ってきたんで、見せたいと思います。で、その軸となるのが、マカレルウェブフックマネージャーっていうライブラリがあって、これは、マカレルっていう投稿監視、マカレルっていうサーバーの監視ツールを軸にして、そのフックを受けていろいろパールのコードを走らせられるんで、さまざまなこうサービスの API を叩いて組み合わせられるんですね。便利で、今回は、まあ、タイトルとしてはマカレルを軸とした対応の、まあ、仕組みというかフローというか、そういうのを作ってみました。デモをします。で、本当はマカレルの本当のサーバーから落としてこうコネクティビリティロストみたいなやりたかったんですけど、時間かかるんで、今回はその作った仕組みに直接こうマカレルのウェブフック波及用のやつを投げて、まあ起こします。今本当に飛んできた。ワーニングなら大丈夫です。で、SH でアラートってやると、まあ今障害起きました、やばい、あーって感じです。そうするとまず、キータチームにこんな感じで、あ、ダウンしましたみたいなの来ました。こうやって情報のまずまとめる場所を作ると。で、さらに今電話かかってきていて、みたいな感じのことができる。で、この仕組みっていうのは弊社のサービスなんですけど、リアクティオってやつがあって、こいつにマカレルウェブフック、マカレルのフック受けたやつを、そいつをこう API 叩いて、来てる。で、こんな感じでチャットを始めて、なんかやばい、なんか落ちてる、どうしよう、頑張ろうって感じでやっていくことによって、まあ、マカレルで発見したやつを即座にみんなに電話に通知して、で、リアクティブに集まってチャットをしながら対応できるっていうフローができました。で、さらにその後にさっき作った、終わった後にさっき作ったこの記事に返して、こうこんなことが起きて、まあなんか大変だったね、これからも頑張っていこうって感じのことを書いてあげれば、後で入社した人たちもそれを見れて、まあ、なんていうんですかね、振り返りができるし、過去の知見を生かして、こう前そんなやつあったか、それ見ながら対応してっていうふうに言えるんで、まあすごいいいかなっていうふうに思います。っていうのが、まあ今回作った内容なんですけど、まあぶっちゃけこれ作ったばっかりでまだ弊社で動かしてないんですけど、ただまあやっぱりこういうふうにして、障害対応って本当に、あ、資料戻ってなかった、あ、でまとめると、障害って絶対起きるんですよ。どんだけすごいエンジニアが集まって、どんなにすごいサービス、サーバーとか使って、サービス、アプリケーション使っても障害起こるんで、見なかったことにしよう、平和平和で、話を戻すぞ、備えれば憂いなしなんですよ。備えましょう皆さん。で、今回は検知と、監視と検知という軸でマカレルを使いました。で、このコミュニケーションという軸でリアクティブというやつを使いました。で、記録と共有というところにキーダチームを使いました。で、こういうふうにして適切なサービスを適切に利用して組み合わせることによって、より良い障害対応を目指していくことによって、まあ我々は心安らかにラプシーに来れて眠れるわけですね。あと30秒ぐらいなんで、まあいい感じだと思うんで、これで終わりたいと思います。ありがとうございました。